クレルモンフットオーベルニュ63はフランスクレルモンフェランを本拠地とするサッカークラブ。1911年スタットクレルモンとして発足。1946から47シーズン終了後に財政難を理由としてプロとして活動する資格をなくすものの1966年に再びその資格を得た。1984年 ASM との合併により クレル・モンフェラン FC と解消した。1990年、現在の名称へと変更。1993年には、初のリビジョンで昇格を決める。その後は、リーグルとフランス全国選手権を行き来していたが、2020から21シーズンにリーグルで2位となり、クラブ史上初となるリーグアン昇格を果たした。2014年5月7日、 フランスの男子プロサッカーリーグで初の女性監督としてエレナ・コスタが就任した。しかし、6月23日にエレナ・コスタの監督就任自体を発表。6月28日、またしても女性監督としてコリンディアクルが就任した。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。